そんなに気になるのなら、入ってきて自分で確かめたらどうだ。眠気がないから、少し絵を描いていた。若の方こそ、こんな時間にまだ外をぶらついているとは、明日起きられなくなるぞ。だから顔が赤いのか。ならば、ここで少し休憩していくといい。そうだ。覚えていたのか。急に子供の面倒を任され、春の野遊びに連れて行けというものだから。幸い順調に終わったが。異なる天候で見る山林はいつもと違う美しさがある。それに若も期待していたあの料理を食べられて、いや、私が作った料理をあなたが食べられたという話だ。それよりあなたはお腹が満たされたら、すぐに木登りをしたな。木の上で眺める雨上がりの紀州の風景は、雨に清められた山林の爽やかな匂いに囲まれていた。そうだな。暇な時に足を運ぶ程度だが、もし、あのウグイスが気になるのなら、一緒に見に行っても構わない。あの時、雨を恋しいと思ったのを悟られたか。今日も大雨で出迎えられたな。この雨、止む様子はないな。幸い目的地はそう遠くない。私の上着を頭にかぶって、このまま走っていこうか。